えー、この前ですねあの、えー、っとどっかの発表で、えー、小玉先生っていう東大の放射線医学関係の先生の,、まあ、あの発表を聞いておりました、まあ、最後に、えー、先生がですね、えー「東大の先生方は原子力を推進したと安全だといった責任がある、まあ、これに対して事故のあと、えー、被爆しても大丈夫だとか、まあ、そういう非常にこう無責任なことを言ってた」。 これではその日本というのは駄目になるというふうに力説しておられましたが私も同じ感じなんですね私は若干子供に重点があってですねこんな状態のままの日本を子供の時代に引き渡すわけにはい,けないかないという考え方なんですね。この前警察の富田林署の脱走事件それから JR の JR 東日本の燕三条駅の まあ残いいうかひどい状態まあ従来ですね東大であるとか NHK であるとかですねそれから警察署とか裁判所とか JR 国鉄といったところはですねまあいろんな欠点はあったんですけども悪い点はもちろんあったんですが誠実さとかですね正確さとかですねせ誠意とかですねまあそういうものは日本人の誇りこういうものはしっかりしてたんですよ。 これがやっぱり日本というものが世界で貫たる国になった大きな原動力なんですね。だけど最近では経済界政界をはじめですね、学会も、そしてかつてもう硬くて困ると言ってた警察とか JR ですらですね、崩れてきていると。この一つが、タバコの問題に関する国立がんセンターをはじめとした学会や政府なんかの態度なんですね。ここでは ちょっとその典型的なものを取り上げますが最近ですねこれ表を見てもらうと分かるんですが1992年と2012年まあ大体20年間の変化をちょっと取ったんですが平均寿命は1992年で76歳2012年では81歳に約5歳男性だけですよこれちょっと女性はもっとはっきりしてるんですがまあ私の場合はですね 自分に具合の悪い方からやっていくというのが筋なもんですから男性からいきますかえそれで喫煙率は60.4%が32.2%肺がんで死亡した数が1年に2万9,000人が5万2,000人とこうなってましたねまあそこまでを見ますと1992年から2012年までまあ禁煙運動が功を奏して 喫煙率は男性の喫煙率は 60%10 人に6人吸ってるっていう状態から10人に3人と約半分になったその間肺がんの死亡はですね少しずつ増えて2万9,000人が5万2,000人になったとまあこれはですね、まあ、簡単に言いますと喫煙率が半分になったのに肺がんの死亡者は2倍になったとでこれをもって私がですね、えー、罰の法則って言いますか え人間というのはある結論を出そうとすると事実と全く違ってても強引になるということをお話ししているんですがこれに対して反論があってですねまああの福島原発の事故の爆発の時もそうなんですがやってる人ってのそれを実施してる人ですね原子力なら原子力をまあ自分の職業を失うとかですねつまんないことを考えて保守に自分の保身に走るんですよ。 この場合もそうで、えー、この一番左右に書いてある年齢調整っていうのはこれちょっと40という数だけで大変失礼したんですがこれ10万人あたりの死亡数で40人40人ということでいやこれはねそのこういうふうに言ってるわけですよ禁煙運動を一生懸命やってきた人たちはですね、まあ、多分内心はこれはまずいなと思ってると思うんですけども、まあ、それをですね無理やりですね 平均寿命が76歳から81歳に5歳伸びたとでこの2万9,000人が5万2,000人になったのは平均寿命が伸びて、えー、年取った人が、えー、死ぬ率が高くなった、えー、年取った人は肺がんで死ぬのでそれでそれを調整すると404040 40 40人40人と変わらないんだということを、まあ、一生懸命言っとられるんですね。 ネットなんか見てもですね、えー、武田が、えー、喫煙率が下がると、えー、肺がん死亡者が増えてるって言うけどこれはまあアホだと、えー、ちゃんと年齢で補正して、えー、喫煙の効果を調べれば、えー、ちゃんと肺がんの増加を抑えられてきてるよとアメリカのデータなんかも添えてこういうことを言ってるんですがあのこれはですね 私、あの、大学の、この、科学の先生なんですけど、大学の教授をやるぐらいだったらですね、こんな嘘はすぐわかるんですよ。あの、大体学生のですね、論文とか、博士論文なんか、チェックするときですね、これぐらいは、これぐらいの嘘が分かんなかったらですね、先生やっていけない、採点できないんですね。どういうことかって言いますと、まず原理原則としてはですよ、平均寿命が伸びるっていうことは、普通はおおよそですね、おおよそ、 全体的に横軸に年齢を取りますと全体的に死亡率が下がっていくわけですね年齢によってだから長寿になっていくわけですねそのカーブはほとんどそう同じ相似系なんですよですからまず第一に平均寿命が上がったからといって特定の病気の比率が変わるということは普通はないんですねですからまあ、私なんか、まあ、いちいち学生のデータを細かく計算してみるわけじゃないんで まあ学生に言うときは、これはちょっとおかしいんじゃないの平均寿命が上がるっていうことは、年齢別の死亡率が等しく下がっていく、同じ比率で下がっていくのが普通だから、そうすると、全然この、そんな年齢調整、年齢によって何がどうとかってことないんじゃないのと、まあ、聞くわけですよ。まずね。そうすると学生がもがくわけ。いや、先生、そうじゃありません。えー、死亡、年取った時の死亡率というのは、えー、 特にその肺がんが多いんですとこう来るわけですよまあいいわけですからねちょっと私がですねあそうですかと年齢によってその死亡率が違うっていうのは君の考えなんですねと、えー、それではちょっとその年齢によって、えー、その全体の死亡率と肺がんの死亡率の比を私に示してくださいとこういうふうにこう学生には言うんですよそういう順序で学生を指導していくんですねこれは学生を痛めつけていくんじゃなくて 学生を指導していくときにですねそういう指導の仕方をしていってあくまでも学生の根拠を聞いていって学生自らが自分がおかしかったなぁと思うようにしてですねそれで勉強させるっていうのが、まあ、普通のやり方なんですね。でここにはそれは示さなかったんですけどもえっ、ー、とですね76歳と81歳のあたりのですね総死亡数 総死亡数です、ね、とですすねねとそれから肺がんによる死亡数っていうのは76歳の死亡数と81歳の5年間の死亡数の、えー、絶対値はもちろん81歳の方が高,高いんですよしかしそれが肺がんのと肺がんが多い日を取らなきゃいけないんですねちょっと難しいんですけどねそれを私が取ってみますとむしろマイナスなんですよ少なくとも76歳と81歳を取りますと あの、総死亡率が上がりますよね。もちろん76と81ですから。それに対して、肺がんによる死亡は、むしろ年齢が上がった比率の、比率ですよ。これ、あくまでも比率。絶対値は上がっていくんですけど比率は下がっていくんですよ。だから、こういう補正は成り立ってないんです。で、多分このね、トリックはね、それで僕が学生でそこで、そう、君、な、何の補正したのまさか、年齢によって肺がん、 の死亡者が増えるっていうことだけを補正したんじゃないのって言うと学生がついにバレてですね、先生実はそうなんです言うから僕が、それは君、あの、補正になってないんじゃないのと、もう一回やり直してきたらと、こういうわけですね。しかし、国立感染センターの人とかですね、それから、まあ、政府の、こあの、割合と価格の上でも高い地位置にある人は分かってると思うんですよ。つまりこれはね、 恋の騙しだと思うんです僕はこのくらいのことはあの大学の教授クラスだったら絶対分かりますパッと見たらだって年齢補正年齢が高くなると死亡率が上がるって知ってるわけですからだからもちろん肺がんだって年齢が上がれば死亡率は少し上がるんですよ肺がん率が上がるんですよ肺がん死がねそれはそうなんですそれをそのまま補正したらですね補正になってないんですよそれは肺がん タバコを吸ったら肺がんになるしかもですねこれはもう一個細かく言うともう一個あってですね肺がんで死亡するうちの約半分ぐらいがタバコの原因による肺がんであってですねまあ我々と上皮的な肺がんであってタバコに原因しない肺がんが半分ぐらいありますからさらにそれを補正しなきゃいけないんですよそうするとむしろねこれはむしろ最近はタバコの喫煙率が下がるとともに 肺がんしかもっと比率として増えているという結論になります。まあごまかそうと思ったらいくらでもごまかせるんですよね。まあ、だから大学の先生も給料もらえてるとも言えるんですけども。